店さん、 ここで降ります。 なんでゆかを工場なんかに呼び出したんや。 あのロゴマークどっかで見たことが。 96年4月29日、マラソン中継の途中でニュース速報が入った。それはあのマークのある工場で爆発事故が起きたことを知らせるもんやった。きっとそのことを覚えてて M もし松尾が M やったら、記憶の中にある事故に自ら巻き込まれるはずはあらへん。おい、司会しろ。 おい、お前が M じゃなかったのか。 な、一体誰なんだよ。誰が M なんだよ。 この女の意味者の M、まさかこの女が。やっぱりあなただったのね。ああ、もうちょっとで間に合いそうだったのにね。 こういうことは、とりあえず片方だけじゃ不公平だな。もしもし、堀上です。前泉です。実はあなたにお話ししたいことがありましてね。近々お会いできませんか。 その時俺はまだ気づいてへんかった。この事故が次々と仕掛けられる恐ろしい罠のプロローグに過ぎひんこと。天使をやめないで、苦しめないで、羽を捨てないで。 戻れないで迷い込んだら二度と君を
抱きしめられない」「ナイフを隠して誘惑をした」「傷だらけになって走り続けたね」「残念も知らない裏切りの恋」「乾いた部屋」涙のシミ君は天使今すぐ I'll be back 迎えに